なさめくらの子ですから手際のまずい人から一つ勘弁してやってもらえ。遊んでくれたかい。姉ちゃんどっか遠いところ行こうよ。ダメよ、そんなことしたらすぐに捕まってひどい目に遭うに決まってる。お待ちしてました。相変わらず色っぽいね。また本気にしますよ。めくら、お前の血の色が見たいか。おからがいなすちゃいけません。血の色が赤いか黒いか見たくても見やしません。あっしはお前さん方には何の恨みもねえけど、どうでもやらなくちゃいけねえのかい。私を見染めてくれたんですって。どこで